はい、リヴァインやってるね。はい、リヴァイン多いな。はい、はい、リヴァイン、これ詐欺だから気をつけろよ。新宿109で調べて、これ詐欺だからね。かわいそうな奴らだな、本当に。おい、ここでタバコ吸うな。おい、タバコ吸ってんじゃねえよ。はい、来た、ディヴァインね。今入ってどれぐらいですか？どうですか、特商法違反の勧誘行為はね。人騙すのって気持ちいいですか？ちょっと近すぎるね。あの距離ですか？うん、あれ密です。ソーシャル。何がしてこれ、これこそ個人事故だよ。ちょ、触るな、触るな、触っちゃダメだよ。顔塞いでるって、顔塞いでるって。ちょっと何してるか分かんない。顔くないでしょ、顔塞いでるって。顔見せちゃダメなんですよ。いやだからそれでこうやって向けるのって、それ個人情報じゃない。まあそうなるね。そうじゃない。だって、だって俺自分のこと棚に上げて喋ってんの。自分のこと棚に上げて喋ってんの。めっちゃいいっす、めっちゃいいっす。ああ、あざっす、開き直りっす。これはこのマインドを広げてっていいよ。何マインド？ YouTube マインド、うん、自分のこと棚に、ま、上げマインド、うん、自分のこと棚に、ま、上げマインド。メリット何？メリットは、まあ、そう自己満、そう自己満だし、あの自分のこと棚に上げてるから、自分が悪いことやっててもそれを指摘できるっていう、ね。じゃあ悪いことやってるって自覚あるとかね。まあ確かにちょっと申し訳なさはあるよ。だって YouTube に上げるのそれはそうでしょ。結局上げて登録者数を上げたいって言ったんでしょ。まあそれもあるよ、それも要因の一つだけど、それはあの被害者そこでお金稼いでるでしょ。まあそうです、スマホ一つで。もういいし、スマホ一つで。いや大丈夫です。ああ大丈夫。君たちは分かりやん。迷惑だから、それがお互い双方に迷惑だから。まあそうだね、帰ってほしいって、こっちこっちは。でもここさ、行動だから。え、だから俺らの場所でもないんやけど、うん、シンプルに俺らが迷惑だから。はいはいはい。だから帰ってほしいよって。それはちょっとね、それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。逆に迷惑です。警察も呼んでもごたごたしたくないし、めんどくさいし、うん、処理がね。まあまあ俺もめんどくさいよ、それは。そうでしょ。別に捕まるわけでもないし。でも警察がまず無駄じゃん。警察がまず無駄じゃん。わざわざ来てさ、何も分かんなくさ、結局こうなって終わりました。何回もやってるじゃん、それを。じゃあ君たち何回行政処分食らった？何それ？行政処分、消費者庁から。何それ？お前知らないのか、消費者庁。どういうの？面白いです。この国は法治国家だから、法律でね、あの国民に守られてるんですよ。始まった。おー、そうです、それそれそれ。おー、すごいですね。じゃあ、あの、あっちなんで。あー、はい、あー、大丈夫です。はい。いや、違うね。いや、大丈夫ですね。違うね。ないんだって。君たちもう時間でしょ。早く降りてこなきゃ。いや、僕は大丈夫。降りてきた人たちを何したい？何したいですか？まず目を覚まーす。なんで？だってさ、君たち稼いでないっしょ。なんで？なんで？いや、だからめっちゃ稼いでるんですね。結構、結構稼いでるんですね。まあ、ぶっちゃけ月3000円ぐらい。月3000円ぐらい稼いでる。はい。で、その月3000円の人が、そのこの、あ、ちょ、雨濡れるっす。あ、ちょ、雨濡れるっす。雨濡れる。あ、あれだ。優しいね。いや、こんなフレンドリーの突撃ないでしょ。敵だよ。敵なの？別に敵とも思ってないっす。ああ、思ってない。はい、あ、もうそのレベルじゃないと。小学生から何か言われてるぐらい。喉が変わった。喋った。でしかないから、シンプルに雨だから帰った方がいいよっていう。し、合わせるつもりもないし、はい、話させるつもりもないから、うん、シンプルにも帰った方がいいよっていう。でも迷惑、あの、俺は会話しようと思ってない。君たちは会話してくれるけど、まあ、俺は一方通行でいいよ。それが迷惑なの、シンプルに。だって、キャッチって迷惑じゃん、歩いてる時に声かけた。いや、俺はいいと思うけど、ね。この人キャッチバカにしました。そういう感じで、こっち側も迷惑を受けてるから、うん、双方ともに良くないよねっていう。だから、はい、シンプルにやめた方がいいよっていう。いや、でも音が大きくなる前にね。あー、だからここまで来たら、もう警察に仲介してもらった方が良くない？警察が、それがだから無駄じゃん。わざわざ警察が来て、やること同じじゃん。警察来ても別に悪いこと双方してないから、こうこうこうなって、こうなってこうなるよね。まあ、今日はしてないだろうけど、今日の話してるし、俺は。
俺は今の段階の話をしてて、うん、この状況が迷惑だから帰ってねっていう話をしてる。でもそれはちょっとできません。なんでだってここ俺の場所でもなければそっちの場所でもないから。でも何をしてんのって来る人は待ってるでしょ。で、この人たちってのは一緒にやってる人たちだから俺らが迷惑する。あ、一緒にやってる人なんだ。一緒にはもちろんやってるよ。誰がやってんのそれは。何人教員の。それ別に個人情報いいって言ってます、ね、個人情報別にじゃあ人数だけでいいよ。何人数だけでいいよ。個人情報ならないでしょ。なんで人数言わなきゃいけないの。結構多かったよ、ね、今の会話に関係ないじゃん、だから、うん、でも俺はどっちみち帰らないよ。君たちは帰るまでは。じゃあ帰りましょう一緒に。帰るか、うん、僕ら電車乗るんで一緒に帰りましょう。一緒の電車乗らないから乗らないから。ピクニックじゃないから。取られても取られてもどっちでもいいんですよ。どっちでもいい。ああ、そっか、うん、取ってもいいし取られてもいいんやけど、うん、この状況がシンプルに迷惑だから帰ってねって、うん、雨降ってる、はい、帰りませんと。帰りましょう。島村さん何時までですか。ここセミナーの会場どうせ今帰らしてるでしょねえ。ラチ開かないっすよマジで。いや開かせます。来たとしても、うん、会話させないのはさせないので、うん、じゃあだってそれは無駄じゃない。じゃあ降りてきたといいよ。別に君たちは別にいてもいいけど俺は俺のすることをやる。それだけ。それが迷惑なの。あ、そっか。じゃあ警察呼んでください。え、いいのね。めちゃくちゃ今の今呼ばれてもさ、うん、来て帰らされて終わりやろ。それは良くないね。でしょ。だから今のうちに帰ってってその手間が無駄なの。わざわざ警察来てまず俺らもそこ対応しなきゃいけないわけでしょ。超無駄じゃんそれって。だから今の段階で帰ってもらえば何も読まなくて済むから。いいよ別に。こっちが良くないんだ。だって俺もう義務だもん。誰からの学生からの義務。もうここまでだと義務なの。わかります。国民の四大義務になりました。僕だけ国民じゃないか。いやもう勝手にやっといてください。もうあっちの方で。だって君たちも立場あるじゃん。君たちもここまでポジション行ってるからもう組織を抱えないといけない、やめれないっていう立場でしょ俺も一回とつっちゃったら引き下がれないんですこっちの気持ちも分かってください。分からなくはない。俺もそうそこだけはやっぱ分かっちゃおう。でも同じですよ。時間が経過するだけなのでそれってだから無駄でしょってずっと言ってるやん。いいよ俺今日時間あるから。じゃあ別にいいですよ俺らもここにいるんで。付き合おう。じゃあいいです。俺らも全然時間自由な仕事してるんでいいですよ。おお。さすがやっぱそこを貫くんだね。時間に自由縛られません、はい、いや自由なんで。あ、そういえばさディヴァインの岡智樹ってやついる。いや分かんない。誰ですか。おいしいですか。いやちょっとメディア的に美味しいですね。再生数取れるんじゃないかってくる。一応そいつのもう住所知ってるよ。どうぞ。それはもう個人なんで個人なんで関係ない。まあそりゃそうか。そっち行きましょう。もうそっち行く。西新宿のなんかどこだったかな。分かってないじゃん。あ、調べたら出てくるね。じゃあもうそっち行きましょう。行かないよ。だってここいてももう無駄ですよ。なんで。だってこの後イメージつきますもん。まあ俺もなんとなくついてるかもしれない。だから無駄です。多分同じイメージがある。あ、大丈夫。モザイクかけるからね。モザイクかけますから。で俺はだからさっき言ったように俺義務なの。義務。君たちは義務じゃないでしょ。義務って。だって君たちは普通の国民だから3個しかないでしょ。俺は4つあるの。義務が。あーもう。義務4つ。お金持ってるならタクシーで帰りましょう。もう体でふざけばいいじゃん。もうそっちから出てかせてさ。ケツあるでしょここに入れる。膠着状態ですね。まあでも2倍の人とここまで喋るのはなかなかないから、まあ、楽しいっちゃ楽しいよ。いいだね。あ、すいません。多分この方は呼んでるじゃん。呼んでるじゃん。すごく迷惑受けてます。迷惑すごい。はい、今警察が来ました。はい、終わりじゃねえよ。めっちゃ嬉しそうやん。めっちゃ嬉しそうやな。
一人契約決まる時よりいい笑顔してたよ。ちなみに何があったんですか。あ、今日ここの5階であのマルチ商法のセミナーがあったんですよ、はい、で僕はその被害者を増やしたくないんで、まあ、注意喚起に、まあ、いつも通りなんですけど、はいはい、YouTube で活動しててその注意喚起するっていう活動してるんですよ、はいはい、で、まあ、毎回同じ警察沙汰になるんですけど、はい、まあ、今日がそれ今がそれってなるほど。あ、超簡単に要約すると見知らぬ人に声かけてカメラ向けてインタビューしてます。うん、YouTube とか載せてるんで、まあ、載せてるけど、でも警察の方はあの任意でしか注意できないよ。動画は削除できないのよ。分かってるな。もう多分トータル20回超えてるけど。そうそう。じゃあ分かったよ。OK、はい、まあ、迷惑はやっぱかけちゃいけないから、どっちにしたって そうですね、はい、それに関してはで、一応私も身分知りたいんで、まあ、代表者でいいんで、どちらかね、1名代表者で分かりました。免許証これも上にあるっす。じゃあ取ってきてもらっていいんで、